ダニーことダニエル・ミゲル・アルベス・ゴメスはベネズエラ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF、FW。2001年 CS マリティモでプロデビュー。1年目ながらも20試合5得点と活躍し、翌2002から03シーズンには競合スポルティング CP に引き抜かれるも壁に当たりわずか1年でマリティモへ復帰する。復帰後は レギュラーとして活躍し、アテネオリンピックのエントリーメンバーに選出された。再度スポルティングへ復帰するが、出場機会は少ないままに終わる。2005年、ロシアの FC ディナモモスクワへ移籍。成り物入りで、FC ポルトから加入したポルトガル代表 MF マニシェ、ブラジル人、FW デルレイに比べ、ネームバリューにかけ、活躍できるか疑問符がついていたが、 チームの中心的存在として活躍した。2008年8月にディナモモスクワから FC ゼニトサンクトペテルブルクへ移籍した。その際の移籍金はディナモモスクワが2005年5月にマニシェの獲得に使った1600万ユーロを超えロシアプレミアリーグ史上最高額の3000万ユーロであった。ゼニトでのデビュー戦となった2008年8月29日の UEFA スーパーカップ。 対マンチェスターユナイテッド FC 戦では、決勝ゴールを決め、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。9月30日、UEFA チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦では、アンドレアル・シャビィンのクロスに合わせて、同点ゴールを決めた。2009年5月、練習中に、膝十字じ帯を損傷し、年内絶望の大怪我を負い、2009年シーズンの、 リーグ戦出場はわずか9試合に終わった。2010年は完全復調を遂げ、ゼニトのリーグ、カップ戦と2冠達成に貢献し、ロシア年間最優秀サッカー選手賞を受賞した。2012年2月6日、練習中に右膝前十字靭帯を断裂し、8ヶ月の長期離脱を余儀なくされることになった。2017年6月27日、 SK スラビアプラハに加入した。2018年7月22日、CS ・マリティモに復帰した。ポルトガル代表としては、UEFAU-21 欧州選手権2004では、エントリーメンバーとして、チームの3位の立役者となり、同年夏に開催された、アテネオリンピックでも、エントリーメンバーとして参戦した。2008年8月20日のフェロー諸島代表戦で、 A 代表デビュー。同年11月19日のブラジルとの親善試合で代表初得点を挙げる。前述の1回目の大怪我で離脱した時期もあったが、2010FIFA ワールドカップのエントリーメンバーに選出された。監督がカルロス・ケイロスからパウロ・ベントに代わってからも継続的に選出されていたが、前述の2回目の大怪我で UEFA ユーロ2 0 1 2への出場が、 絶望的になった。ありがとうございます。